マンイーター。皆さんは過去に海で泳いでる時サメに遭遇したことありますか？まあね、ない方がほとんどだとは思うんですけど、今回はね、このマンイーターというゲームで巨大なサメになって人間たちを怖がらせていこうと思います。とんでもなく恐ろしいゲームですよ皆さん、このゲームは。まあまずね、言えることはサメがいますね。タイトル画面にももうあれ完全にサメだよな。尾びれを持って人間が泳いでるわけじゃないのに下で、誰も気づいていないですね。そんなに人気のなさそうなビーチだからね、ここも。まあということで早速やっていこうと思います。マンイータースタート。お、早速プレイ。お、スロット1やっていきます。いやちょっと待って、笑っちゃいけないんだけどさ、笑っちゃいけないんだけど、これ笑うしかねえだろこれ。もうこんな状況もうどうすることもできねえじゃんこれ。すっげえでっか、人間これ丸飲みできるな。お、始まった。一方その頃ケイジャンクイーンでは、一方その頃から始まるのこれ。スケイリーピート。父はサメ狩りをした。俺もサメを飼っている。これは血なんだ。誰か自分より上手な奴がいたら後に続くだろう。サメハンターか、いかつ。みんなサメを勘違いしている。科学者は俺たちが共存する方法について語るが、一体どうすればサメとの共存可能だって言うんだ。え、サメの目的は唯一人を殺して食ってクソとしてひねり出すことさ。口悪いな。こいつサメより怖いんだけど俺からしたら。神聖な名誉とみなします。1日に24時間しかないのが残念ですね。何言ってんだ。あ、2カメもあるんだ。急にいかついな。え、待って、このゲームサメしてんだよね。あれ、今のオープニングからの俺サメしてんやるんかい。館長ぐちゃぐちゃだわ。あ、メジロザメなんだ。うわーすげえ。うわ、リアルだな。うわーすげえ。え、もう移動できんのこれ。うわー動ける。くるくるしてる。めっちゃくるくるしてる。自信たっぷりのその水の中を泳いでいきます。いやーすげえ、このゲーム面白い。なかなか綺麗だね。 RT で噛みつき。ほう、一回見てみるか。おお。すげえこのゲーム。おーおー、早い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 。カメとか出てんだけど、ブダイとか、なんだあれ。あ、もう捕食しろってこと。うわー、めっちゃいる魚が。え、一回食べてみるか。うわー、すげえ、マヒマヒ。え、そんなっていいんだ。うわー、すげえなこれ。あと一匹だ。ごちそうさまでした。え、いかつ。テールウィップを使用して相手をノックバックさせ気絶させることができる。やってみるか。あ、これ?あ、これか!はいはいはい。え?これだよね?あ、違う、こっちか!あ、こっちだ!こんなんできんの、サメって。え、これ当てんの?おれ!おれ!うわ、痛そう!なるほどね。こういう攻撃方法もあんだ。いや、本当にサメってこんな攻撃すんの?ナイフ攻撃。ノーマルスピードで水面に向かって泳ぎ、ナイフ攻撃に入る。ナイフ攻撃では水面をかすめて飛び、獲物を追い詰めることができます。あー、じゃあ行けってことが奥に。へえ、すごいな、このゲーム。めちゃめちゃ綺麗なことはわかるね、でもなんか。これスピード上がるのかな?あ、上がる。とりあえず向かうか。アトランティスクなんちゃらペードみたいなやつがいたな、今。よくわかんないけど、とりあえず行こう。うわ、なに?鉄格子から脱出!すげえ!もうサメじゃないって、これ。怪物だって、こんなんもう。すごいなぁ。うわぁ、綺麗!アクアマンの世界みたい。うわぁ、こんな船沈んでんの、普通に。めっちゃ綺麗じゃん。うわ、いいね、なんか。めっちゃ沈んでんな。でもなんか、本当にこういうコンテナって沈んでるらしいね。その船から落ちたやつが、意外と。まあ、そんなことどうでもよくって、どこに行くんだっけ?水面に行けって言われてたよね。出てみるか、一回。うおぉ!すげえ。来た来た来た。すごいなぁ。これよく見るやつじゃん、上手で。映画上手でよく見るやつ。このヒレ出してやるやつ。突き刺しポジションからジャンプで空中に飛び出して、水の上の敵を襲えます。ジャンプボタン。あー、すげえ。え、ダブルジャンプできんだけど。それは嘘だろ。空中で飛んでるぞこのサメ。
オルカに匹敵するほどって書いてあったけど、イルカだよね、きっと。X で、突き刺し。海に入れるんだ。ターゲットに向かって突進することで高い速度で突っ込むことができると。長押し。なるほどね。これはもうさっきも言ってたね。はいはいはい。これ突進した方がいいのか。ターゲットって何？この、例えばこういう亀とか？いや、優しいな。すげえ優しいな。何に突進するべきなんだろう。一体。この船とかかな？一回突進してみる。めっちゃ顔怖すぎやろ、これ。船から、おー、乗れた、乗れちゃったんだけど、みんな。やばい、なにこれ。よし、あそこ目指すぞ。やばい、死ぬ、やばい、死ぬ、窒息する。あぶねー、ちょっと俺、エラ呼吸まださ、そんなに長くないからさ、忘れてたわ。そうだ、ほうはいはいはい、もうこれ人間いいんじゃねってか。船あるし、普通に人間いそうだな。あ、いる。人間。すげえな、人間普通にいいんだな。人間の体力とかもあるんだね、ちゃんと。対象の上で RT を長押しして LB を押すことでウィップショットをします。 RT 長押しからの、おお、すげえ。あ、もう人間いいんじゃん、普通に。めっちゃ叫んでる。大丈夫大丈夫、食わないから安心して、食わないから安心して。怖すぎだよな。これみんなトイレに入ってってるぞ。4人くらいトイレ入ってたぞ今。あの公衆トイレどんだけ入れんの人。いや、めっちゃ入ってったけど。4次元公衆トイレなんか。あ、やべ、人間に当てちゃった。ちょっと待って、ごめん、火が出ちゃってんね、これ完全に。やばいな、これ。ちょっと、あの、違うんだよ。ウィップショットを試してたんだよ。ごめんね、普通に魚だと思ったわ。おい、頑張って、陸まで上がれよ。なすごい飛んだな、今。あんな飛べる普通。すげえなー。いや、サメすごいね。人間は絶対攻撃してこないもんね、こっちに。こうやって食ってから、こういうことか。はいはいはい。うわ、めっちゃ飛んだ。いや、なんかすげえマヒマヒがかわいそうなんだけど。キングマカレルちょっとやるか。キングマカレル、こうからのこう。泳ぎの練習クリアした。ちょっと待って。沿岸の恐怖。おーい、どんな怖い目標だよ。じゃあちょっと行くか。人間ハントしに。まあ、多分人間をハントするゲームなんだよね、このゲームは。うん。まあ、ゲームなんでね。あくまでも。ゲームなんでね、あくまでも。どうやったらいいかな。やっぱ、一旦はまず海に入ってるやつから多分食ってた方がいいと思うんだよね。さすがにここ行ったら多分逃げるだろうし。うん。あ、やべ、気づいた？あ、気づいた？やべ、気づかれたな。気づかれたか。まあ、そうだよね。何あげてんだよ、それ。あ、来た。じゃあ、ちょ、一回食ってみるか。いただきます。このゲームやばすぎるでしょ。あー、なんかあれだな、ビーチの人たちを殺さないとこの海に入ってる人はダメっぽいね。なんかカウントされないわ。すまん、無駄にやってしまった。じゃあ行こうか。どうもやばすぎる。いや、何このゲーム。おいオーマイガーだわ、それは。やばい、窒息する。あれ、でもなんかあれなんないね、カウントが。なんで？いや、気づいてなかったんだけどさ、目的地があるみたいなんだよね。だから完全に、無意味に、ちょっと、やっちゃってましたね。本当に申し訳ない。俺サメだけどさ、ちゃんとそういうとこは分かってるから、本当に申し訳ないと思うわ。うん。これ、連れてこ。よし。別に攻撃はしてないから、これ。連れてこ、このまま。あ、よし。位置を脅かしましょうって。あ、オッケー。よし。もうちょっと上まで。上がれ。これ上がれんのかな。うわっ、この船はビーチまでは無理っぽいな。おお。来た。すげえ、船沈めた。人間。今なんか、空中に浮いてなかったか。こいつは殺したらなんかあんのかな。いや。まだ生きてる。
あ、一人になった。何が違ったんだろう、さっきのそうですよ。おー、別に食べてないしね、こいつこいつ食べてないしな。なんならこのサメ、ただ攻撃して殺してるだけなんよね、こいつ。一番立ち悪いよ、本当に。食べるためじゃないもん、ただストレス溜まってるからっていうね、そういう理由なんですよね。これビーチの人もやれってことか。いやあ、どうも、一緒に日焼けしようぜ。一緒に日焼けなんでなんで、そういうこともできんの、足みたいな感じで。あ、やばい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 、俺が死んじゃう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 、やばいやばいやばい、危ない危ない、やばいやばい、ちょっとごめんね、ちょっといただきます、いただきます。しっかり陸で呼吸できません、まっせやな、当たり前のことやな。でもなんかサメってなんかさ、陸とかで呼吸できないってなんか違和感あるよね。だってさ、シャチとかだったらいけるんでしょ、多分ある程度だったら。なんでサメはできないんだろうな。よし、恐ろしいゲームですよ皆さん、本当に。あの船をまとめてやっちゃうか。いや、船じゃないわ、膨らむユニコーンだ。いただきます。どうも、ごめんなごめんな、ちょっと楽しんでるところ悪いわ。すーごすぎないこれ、やばすぎやばすぎやばすぎ。あ、倒した倒した全員、よし、クリアした。沿岸の恐怖、もうこのビーチに誰も来ないだろうな、きっと。お、ハンター来た、あのオープニングのあいつ来た来た来た、やばい。え、待って、空中突進を行うことでボートデッキなどの高い場所へ行くことができる。なるほど、回避もできると。はいはいはい、これで回避ね。なるほどね、ハンターの船3個撃退しろと。やべ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 、おらすげえ。いやもう100で俺が悪いんだけどね、このサメが100悪いんだけどさ。おい、もうぶっ壊れたぞ船、やば。絶対あいつ主人公なのにな、やられちゃうんだな、ここで。めっちゃかわいそうだね、あいつ本当に。おら、どうだ、すげえな、サメじゃないもんね、兵器だもんね、ただの。もう一回もう一回、あれよ、オッケー、壊した。さあもらうぞもらうぞ、いて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 、あっちにもいんな、オッケー、倒そう。結構やっぱ体力全然余裕あんな、おら。これで合ってんのかな、これサメの動きじゃないんだよな、もうもうサメの動きじゃないんだけど、これ合ってんのかな、これこれサメのゲームって言えんのか、本当にこれ。サメの形したなんか海の化け物だぞ本当に。あと1個はどこだ、あ、あった、あっちだ。うわー、ビビって全然こっち来てないじゃん。おーい、来たぞ、どうも、倒そう倒そう。かなり水しぶき上げてんな、そうだな、今更気づいたんか、それに。どう攻撃するのが一番いいんだろうな、ジャンプしてからの効果。いやー難しいな、奥が深いんかなこのゲームそんなことねえよな絶対にめちゃめちゃ浅いよな、奥は。海は深いけどこのゲームは浅いよな、めっちゃ。サメでだって船に攻撃しまくるのが目的のゲームって、もうやばい、体力やばいなこれ。だからやべ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 、ちょっと待って、結構食らってんな、サメ負傷してんね。自己治癒なんてあるんだ、もう無敵じゃん、すっごっ。ちなみに俺人間側だからね、サメくん分かってる、サメくん俺は人間側だから、うん、俺サメ側に 100% 心入れられないからね。なんだ、おお来た、スケイリーペート、こいつまだ来てなかったんだ、どれかに乗ってると思ってたわ。捕まったん、え、いやもうめちゃ吊るし上げられてんじゃん、え、何この感情が揺れ動くゲーム、もう感情のジェットコースターだぞこれマジで。あんな強かったのにあの一発で死ぬの。まだ大きくないんだ。うえ。うわ。
でもないな、このゲーム。いやいやいや。So I can identify. Next time I see her, when I spear her. Come on, come on! The tiny pup responds with an instinct for survival. You never want to turn off the camera. カメラオフにしないかって。いやいや、す。いや、すっごいゲームだな、これ。なんなんこのゲーム。え、この時間も何これ。これ何これ。え、何の時間これ。うわ。あ、すげえ。何の時間これ、マジで。こいつのミスは何。これオープニング、オープニングなんかこれ。なんか曲が流れてんのかな、本来は。なんで無音なのこれ。いやー、わからんよー、全然わからんよー。来た、マンイーター。全然雰囲気出ないけど。いや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 、とんでもねえな。ちっちゃくなっちゃった。クリア、ピートと会う。いや、やばすぎないこのゲーム、ほんとに。手だ、みんな。ピートの手を食べる。何これ、趣味悪い。食べようとりあえず。食べたわ、みんな。やーべえ、人間の味を知った動物はこの世で最も危険な獲物に執着し、命がけで追い求めるため、本来の獲物に目もくれなくなるだろうと、かつて有名な専門家が言っていたと。なるほど。フォーティックバイユーの洞窟を訪れる。なんだその洞窟は。どこにあるんだ一体。目的地こっちだな。こっちにあるんだ。とりあえず行ってみるか、フォーティックバイユーまで。はあ、恐ろしいゲーム。引いてます、僕。いろんなゲームをやってまいりましたが、もう引いてます今の時点で。なんか移動の仕方どうした。ちょっと待って、死んじゃ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 。どこどこどこ目的地。ちょっと、どこ目的地。サメ頑張れ、いける、お前ならいける、お前ならいける。いや、これ無理じゃない。足生えないと無理じゃないこれ。いや、待て待って待って待って、もう陸に上がんない。いやいや、エラ呼吸じゃ無理じゃんここ。はぁ、そんなテンションで書くな。